ノマチューブ。はい、どうもさあ、今回のエイリアンインベージョンは、あ、ちょっともらっちゃおう。少々お待ちください。えっとね、あの、アイスエリアのさ、あの、なんだっけ、ジョ、ジョニーショップだっけジョニー、ジョニーだっけあの、右上にあるショップね。 そう、あそこのエリアで、金ラット。金ラットがね、やっと出たのよ。そう、金ラットを解放できたの。ほんで、えっとね、金ラットが、あ少々お待ちください。ちょっとこれ吸収したい。ダイヤは吸収して。で金、なんとなくね、なんとなくそうじゃないのかなっていうね、感じで分かったんだけど、あれね、 緑のダイヤをさ、500使うじゃない。だから、なかなか試せなかったんだけど、いろいろ試してったら、えー、っとね、この上にある、ちょっと待ってね。イベント、ちょっと吸収しちゃうわ。今イベント2だね。この、この2っていうのもオフラインで2だからね、よくわからないよね。そう。ほんで、ここね。 このジェームスか。ジェームスの店のこのエリアね。で、ナット。金のナット持ってるのは、これ。ここが出た。ね。金のナット持ってるでしょ。ほんで、あと出したのはここでしょ。ほんで、ここも解放して。ほんで、ここも解放した。ほんで、ここも解放で、ここも解放してる。そう。そうこ、んな感じ。ほんで、金のナットこれでしょ。ここでしょ。ここの場所だったのよ。 で、この場所をどうやって解放したかっていうと、えっ、ー、とね、ここ、ここ、これで500やったの。ここで500使ったのよ。ここで500使ったら、あそこの場所えっ、ー、と、ここね、あそこで500使ったら、ここの場所ポチって押したら、解放できたの。金ナットが。ほんで、今までさ、何回もさ、 何回もというかここね以前もね解放したことあったんだけど順番があるんだね解放するこれ 520t でしょほんで少ない方少ない順に解放していくって感じだねきっとねこれ 520t でえー、っとここ 90t でしょそう多分ここを次500投入したらこの上のあそこがね人になるんだと思う 多分,多分だよ。うん。そうやって順番にやっていかないとダメなんだね。飛ばしで解放ってやっても、ただ、あの、ダイヤの500使って、アイテムがね、うん、もらえるだけっていう感じになっちゃうから、多分順番はあると思うよ。うん。少ない数字の方から、じゅんぐりじゅんぐりいくっていう感じだと思うんだよな。うん、とりあえずそんな感じで、一応ね、気になっと持ってる。 このユニットを開放できましたねこの場所ね、うん、ここいくらがここねずっとポチポチやってたのよ500溜まってはここやってたんだけどアイテムもらうだけだったんだよなんだこれと思ってさほんでその次にここやってみたのほんでここやってもただアイテムもらえただけだったのよダメじゃんと思ってじゃあもう残りあそこやってみようと思ってあそこやったら 今の場所に金納トが出たっていうね。だからなんか順番法則があるらしいんだよね。なんとなく数字が低い順から解放していくっていう感じっぽいけどね。うん。という動画でございます。今回は一応金納ト出ましたっていうね。金納ト持ってるキャラが解放しましたっていうことでございますよ。順番があるっぽいよ。うん。そうそう。えー、っとじゃあ今回の動画はちょっとイベントでちょっとチューチュー吸って。えー、そんな感じでございますね。 うん、やってることといえば、あのね、今さっきのナットのエリアを全開放狙ってって、であとはお肉を貯めて自分, <coughs> 自分を強化するっていう感じでございますね。リアクターちょっと開放しちゃう <coughs>。そんな感じですよ。なんか結構無駄に500のダイヤ使ってた、うん、投入してた。 うん、やっと金ナットゲットできるようになった。うん。そう。少ない方から順に解放していく。で、その解放って押してき、あの、ダイヤ使って、その場所のユニットが解放されるんじゃなくて、違う場所のね、あの、ユニットが解放されるっていう仕組みね。うん。どこかなって言って、ポチポチ押していかなきゃダメな。押したら人がバッて出るところがあると思うから。 そう、なんかよくわかりづらいよね。あのシステムね。うん。そう、そんな感じでございます。うん、ちょっとお肉を吸って。はい。じゃあ今回の動画は以上でございます。一応金だとゲットできましたっていう動画でございますね。はい。はい。それではご視聴ありがとうねノのまチューブ。